冷静に、冷静にきついよな。ひけー、かっこよ、かっこよ。はい、どうもー、ひたまいです。今日も今日で、はい、今回はこの頂上戦争モンキー D ルフィをまあやっていきたいと、まあ評価していきたいと思うんですけど、はい、まあまず職業は緑のゲッターと役職ですね。緑のゲッター職業とか、はいはい、すいません。はい、ということでスキルはこちらですね。こちらがエースくんが登場するまあダブルチームスキルというね、初のスキルなんですけど、まあ威力は結構高いですね。クールタイムがまあ48秒、まあそこそこ短くて、まあまあいいんじゃないでしょうか。はい、これがエースくんが登場するということで結構熱いっすね。でこちらがジェットロケット、まあこれ結構遠距離でしたね、画像映像を見る限り。はい、でこちら特性、特性がまあ脱出速度がついてないということで、まあ超微妙なんですけど、はい、で次、まあ特性普通に見ていきます。自チームお互いエリアにいるとき受けるためには 30% 減少、まあ自分がお互いエリアに味方がいないとき、初期値増加か、まあ、ドフラミンゴと一緒で、自チームのお互いからコースが敵チームより少ないときスキル1のクルタイムは、あーなるほどね、これが少ないときこのスキルがどんどん上昇していくということですね。で自分がお互いをダッシュしたときスキル1をクルタイムは 30% 減少。おお、まあダブルチームスキルに特化したまあキャラなのかなと思います。まあね、使用感とかわかんないんで、まあとりあえず100サーバー行ってみましょうか。レッツラ戦えるかルフィ。もちろんだ。はい、ということでやっていくんですけど、いや今のセリフで戦えるかルフィってもちのロンだとか言ったらもうめちゃめちゃぶっ飛ばされて、お前こんな時に何もちのロンってふざけてんのか、おいおい返事しろ、もちのロンってなんだよっていう風にねなってたと思うんですけど、まあ何言ってんだろう俺。まあ普通にやっていきますか。はいはいはい、通常はまあそこそこ優秀ですね。まあでも最近通常優秀なキャラがいっぱい多すぎて、まあまあまあって感じじゃないですか正直。いや通常でも優秀だなこれ。くらえくらえ、でも横には狭い、まあそれは気をつけないといけない。怠慢だったら普通に強いなこれは、この通常は。まあでも2発目3発目が微妙かな。やっぱエースくんとかそこら辺のやつはもうでも結構伸びるな。でこのスキルはお結構遠距離、それはありがたい。通常結構伸びてますね、通常じゃないスキル、ジェットロケット。いやでも通常いいな、これ結構優秀だぞ配布キャラにしたら。でこの部類って一応星4じゃないですか、シャンクスみたいな扱いになるのかな。まあ、でもダブルスキルがちょっと早く打ちたい、ちょっと打ちたいな、ちゃんとした敵に打ちたいな。危ない、もう痛い、バラバラ砲。てかバギーとか出ないんですかね、頂上戦争の。早く出してほしいですよね、頂上戦争のバギーじゃなくていいや、2年後のバギーとかでいいから。だからバギーって結構なんだかんだ人気高いじゃないですか。あ、やばいやばいやばい、ミスった、ヘッタクソが出たな今。確かにヨロケついてないのか今のスキルは、それは気をつけないといけないです。まあ遠距離なんでそんな近いところから撃つことはないかもしれないですけど、まあ気をつけた方がいいですね。なんで俺こんな今日ガチ評価なんだろう。まあいいや。おお、やっぱ通常優秀だよなここを作って。いやーやっぱいいな通常優秀だと。でも最近なーっていうか、いいね、強いよ。じゃあここら辺でスキル打っていこうか。かっこよすぎ、ジャスカイされてる。おいかっこいい、決めさせてくれよ銀総隊長よ、危ない。まあということでね、今回は次リーグじゃないわ、シングル潜っていきたいと思います。もちろんだ。さて一戦待ちようか。はい、ということでね、やっていくんですけど、まあ、ボイスかっこいいですね。ていうか、ジェットロケット、ここ、当たり前ですけど、ここは渡りませんでした。さっきやりました。はい、さっきやりましたというのも、ボイスがまた取れてなかった。俺はなんて、クソ野郎なんだ。おお、通常やっぱ優秀だよな。まあ、ではちょっと遅いのかな、これは。まあ、エースとかがな、優秀すぎるから、お前ゾロ強いな。ちょっとやばいぞ。あ、じゃあ、回避された。まあちょっと出が遅いっていうのは気になりますね、この遠距離スキル見られたら。なんか最近っていうかあれじゃないですか、見ててもジャスカイできないスキルが多いじゃないですか。例えば黒ひげとかきついっすよね。冷静に、冷静にきついよな。ひけー、かっこよ、かっこよ、いやかっこよすぎんかお前。
でこれダッシュしたら本当だったらスキル1が回復するんですけど、僕はレベル60なんで回復しないと。ここ届くのか。おい届くね結構。いいんじゃない、強いんじゃない回復にしちゃう。だけどなやっぱり黒ひげとかがやるからね。お前ゾロ強いな。でもこれ終わっちゃうから早く旗取れ、早く旗取れ、終わっちゃうから旗取れ、早く取れって。オッケーオッケー、バッカ野郎、ミホークやめろ、お前サンジ入ってやれ。危ねー。でここら辺でジェットロケットは普通に届く。いや強い、配布にしちゃ強いぞこれは。かっこいいしね。このスキルが結構ね、もうちょっと遠距離だったら強いんですけどね。ここ当たんないよなさすがに。おー片方に当たった。まあ距離次第ってことか相手の。おえー強いね。まあそこら辺残念ですよね。まあでも強いでしょこれは、普通に配布にしちゃう。あーでも通常いいな、全然優秀だぞこれは、結構いいな。これギアセカンドなんですかね、というか。いや皆さんシングル追加されましたね、やりました、早くやった方がいいですよ、はい、石もらえるんでいっぱい。当たんない、横には狭い。まあナイトメアとかのが優秀か、さすがにそういうところは。このスキル、いやかっこいいな、普通にかっこいいぞこれ、いいな。ダブルチームこれから流行ったらね、めちゃめちゃ楽しくなりそうだね。またいやいいぞ、普通に楽しいですね使って。いやかっこいいよねやっぱ。ウェーイ、はいありがとうございました。まあまあまあこの後で本当にガチガチで考えてみましょう、レッツゴー。はい、ということでね、結局のガチ評価は正直やっぱ使えないかなって思いますね。脱出速度ついてないし。でなんで使えないかっていうと、やっぱ今黒ひげがえぐい環境なんですよね、赤属性の。まあそのフリー属性であるこのルフィ で、ね、本当緑属性がそもそも今厳しい環境にあって、まあその中の唯一、まあ戦えるとしてもエースとかその辺なんですけど、やっぱ黒ひげが出てきてからね、本当にきつい時代が始まりましたよね。緑はビッグマムでさえも最近減ってきてるって。もう黒ひげ、エース、ドフィ、シャンクスみたいな、この4択みたいになってるんですよねリーグが。まあだからねきついよな正直、このエースくんはじゃなくてルフィくんは。まあだからね、まあ他にだって緑のゲッターだったらこっちのエースくんとかのが全然いいっすもんね。全部が優秀だからこっちは、通常特性スキルはまあ炎帝以外さ完璧なのかな。吹っ飛ばしスキルもちゃんとあって、脱出速度もついてて、だからねエースくんかな。いやだからな、厳しい環境ですよ正直言うと今このルフィくんは。まあなので、ね、皆さんもね使ってみてくださいってかね。でも今これイベントとかで簡単に手に入るんですよね。例えばミッション、これじゃないわ、まあ、ミッション僕終わらしちゃったんですけど、ミッションで60レベルまでには行くのかな。でこのミッション、この頂上レースルフィ獲得で、まあ、星5にしたらダイヤ20個もらえるし、絶対やるべきなんですよね。でボスバトルのミッションで、まあ報酬でも、ここでミッションじゃねえわ、報酬でもこんなに手に入るんですよね。これどんぐらい手に入るんだろう、結構手に入るよね。多分80レベルにはできるぐらいなのかな。んそれは無理か、20、30、110、120、130、140、150、230、240、240あと手に入るんで、240じゃ無理か、あと。ほな、じゃあ80レベルにはできんか。何言ってんだ。90足りねえ、そんなことある。まあいいや、まあいい、まあ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 、まあ、ということでね。まあでも使えないっす正直言うと。まあということで皆さんもね、ぜひよかったら使ってみてください。いや本当楽しいキャラ、かっこいいキャラではあるんですけど、まあやっぱ今の環境がちょっと黒ひげすぎるので厳しい環境なのかなって思いました僕は。ということでね、皆さんもぜひよかったらね、何が育てるべきかっていう、育てるべきではあるんですよ
ちょっとなんか締めが始まなんかこのサポートが優秀なんですよね。まあゲッターは体力増加なんですけど、まあ他が結構優秀なので皆さんもぜひよかったら使ってみてください。育ててみてください。ということで、ね、今日の動画は終わります。ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。